皆さんこんにちは、マシロです。以前ルームツアーを出したんですけど、そのルームツアーからまたお部屋をすぐ変えてしまったので、その新しいお部屋のルームツアーを少しだけ紹介しようと思います。よかったら見ていってくださると嬉しいです。以前はね、入ってすぐは本をね置いたり本棚を置いたりしていたんですけど、そのゾーンにこんな感じでちょっとアンティーク調のドレッサーを置きました。これは母から譲っていただいたものになるので、どこのとか値段はわからないんですけど、めちゃくちゃ可愛くて超お気に入りです。こまごま紹介していこうと思います。で、まずこの辺ですね。これはセリアで購入したペーパーになって、で、こんな感じのね、インテリアペーパーって書いてあります。12枚入りでいろんな使い方ができるので、すごく重宝していて、撮影とかにもよく使っております。このデザインペーパーをこんな感じで貼っています。で、このグリーンは IKEA の、おなじみ IKEA のグリーンで、ここにもねちょっとデザインペーパー置いてたりするんですけど、この壁にこうくっついてるこれは100均でセリアだったかな、ダイソーだったかな、ちょっとあんまり覚えてないんですけど、100均で購入したものです。で、次このドレッサーの上になるんですけど、ここには新しく早々のフリーレンのね、これはガチャガチャだったんですけど、クリアポスター、ビジュアルポスターみたいなガチャガチャを1回300円だったかなでやったら、この可愛いフリーレンと勇者ご一行がね出てくれたので、これすごく狙っててめちゃくちゃ嬉しかったです。出てくれたのめっちゃ可愛い、4人とも可愛い。どっちもこれはセリアですねで購入したもので、ちょっとサイズが合わなかったので若干ねサイズを切って調整しております。はい、次この辺になるんですけど、これもね500円ぐらいのガチャガチャで前あったんですけど、それ組み立てて置いてます。これめちゃくちゃリアルで、これもね芯もちょっと動くんですけど、めちゃくちゃ可愛いんだよね。これロビンちゃんのね故郷のお花が出てくれて、あとパンクハザードですねあって、その上にはね顔なしさんを置いております。これもすごく可愛い、広がってるんですけど、ワンピースみたいに広がってるシーンなんですけど、はい。その横はこんな感じで、これは以前購入した3コインズのね購入品なんですけど、ウッドミニテーブルみたいな感じのものの上にデザインカードのようなものを置いて、その上にまああのアクスタとかドライフラワーとかを置いております。可愛いですね、ここの一角めっちゃ好きです。かわいい。で、以前のルームツアーを見てくれた方には紹介したんですけど、電気のスイッチのところにナミさん、ロビンちゃん、サンジ君のねボールステッカーを貼っております。ドレッサーから右手に移動したところにあるのが、こんな感じの IKEA のテレビ台を使ったちょっと飾りになっております。ここはアンサンブルスターズの神崎聡真くんと影平美香くんを中心に置いてて、まあほとんど神崎聡真さんなんですけれども、こんな感じで可愛く飾っております。ちょっとずつ紹介していこうと思います。はい、これがねまずこの前の動画で出した一緒に暮らすアクスタをここに置いていて、見てないよって方はこちらのね動画をぜひ見ていただけたらと思っております。その前ですね、その前はこんな感じでアクスタをちょっと並べて置いていたりしております。その横が私服バージョンのねコロットですね、私服バージョンのコロットの2人を置いております。で、次これダイソーの多分500円商品だったかと思います。で、色はもうちょっと明るめだったんですけど、これは自分でねちょっとねヴィンテージ風アンティーク風に見えるように塗りました。このアンティークワックスっていうものを使用しました。このウォルナットっていうカラーですね。こんな感じで
いろいろ注意事項が書いてあって、ターナー色彩株式会社ってところのものを使用しました。これは木部専用のワックスになるので、普通に金属とかには使えないのと、あと塗装がね、すでにしてあるものにはちょっと塗れなかったですね。それはちょっと要注意になります。すごく可愛くなって、なんだか高級感も増して、すごくこれは満足いく感じになりました。まあ、この辺はラバークリップとか、これ中国のアクスタですね。リューサになってるアクスタとか、ここにもラバークリップ。これはね、キャンドルを本当は置くスタンドになってて、セリアで購入しました。これは、スタホニのね、グッズですね。ソマが出てくれたので置いてます。これね、7周年の、これもリューサのアクリルスタンドと、これは5周年ですね、の馬車を置いていて、その前、じゃじゃーん。こちらは、セリアのスノコを購入して、これもさっきのワックスでオルナットカラーに塗ったものになります。かわいいこれ。もうすごく気に入ってます。の上にこれセリアで購入したレースのレースを置いて、さっきのダイソーのデザインペーパー。これはシーンのペーパーだったと思うんですけど、シーンで購入したペーパーと、まあクリアカード系置いて、コロッと。これはユニット衣装の方のコロッと置いて、キャンドルと、こっちも斜めアクスタを置いております。真後ろのこれはシーンで購入した、なんて言うんだろうか。このキャンバスみたいのを置いております。この下に引いてるこのレースのこれもシーンで購入しました。これ本当はカーテンなんですけど、カフェカーテンみたいな。のなんですけど、ここに引いております。次またその横ですね。この横は、こんな感じで、飾り棚みたいな感じで使っております。まず、ここは麦わらストアで購入した手配書ですね。大きい三軸の手配書を茶色の枠に入れて置いております。で、その下、ヤンソで印刷できるこちらのカードを入れてて、その下、まあ、これもジャンプショップとか麦わらストアで去年売っていたカードを。で、これはガチャガチャのね、映像伝伝節の三次くんを写してるシリーズのやつです。で、その横はこんな感じで、ちょっと立体感のある感じの置き方、高さが出るように置いているんですが、サンジ君のフィギュアの下、これはセリアで購入した本のね、置物みたいなものなんですけど、その下もダイソーのこのね、木のね、こちらのなんて言うんですかね、こういうのを置いていて、そこに、まあ、こんな感じでハンコックとエースさんをね、置いております。ここに映ってるハンコック様の影だけで美しいですね。はい。まあそんな感じで座らせております。その下にはプロジェクターですね。私がよく使っているプロジェクターをこんな感じで出しやすい感じに置いております。ここにはシャンクスとゾロ、ゴンちゃんとレオリオを、この4人を置いております。これはランダム系で出てくれた子たちですね。をこんな感じで貼り付けております。これめちゃくちゃ可愛いですよね。はい、次はこちらになります。ちょっとこの辺は BL になるので、苦手な方はちょっとだけスキップしていただけたらなと思います。すいません。では、ここから紹介していきます。反射するので、わかりにくいかもなんですけれども。はい、こちらが、じゃじゃーん。しっけ先生のね、ピンクハートジャムっていう作品の、ハイガくんとカナエさんのクリアファイルですね。こちらが特典だったので、この特典をこんな感じで、めちゃくちゃ綺麗なので、額縁に入れて飾っております。これすっごい綺麗。めちゃくちゃお気に入りです。この横にはドリームキャッチャーを置いております。ふわふわで可愛い。はい、その下行きます。その下には、こちらもダイソーで購入して、これ500円商品ですね。これもさっきの
ワックスでぬりぬりしたやつになっております。ちょっと汚れ加工みたいなのができたらいいなと思ってやったんですけど、すごくいい感じになって大満足です。この3つのお部屋にそれぞれのねアクスタを置いております。どの先生もすごく画力が高くて、グッズもおしゃれでめちゃくちゃお部屋に映えるのでめちゃくちゃ可愛い。この辺りはこんな感じになっております。これはね IKEA のライトの上にこの王冠をね、おもちゃの王冠みたいなのを飾っております。その下はこんな感じでワンピース全巻を置いております。タグみたいのがついてて、これもすごくお気に入りです。詳しくはね前のルームツアーに紹介しているので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。はい、こっちの上ですね。今度はグリーンとかお花があるんですけれども、ここもね前のルームツアーの時とちょっと変えていて、多分ジャンプについてきたものなんですけど、それを切って額縁に入れているものと、ダイソーの鉢にねイケアのグリーンを入れていたり、ここはねしんちゃんたちがいるんですけど、ここにリルムちゃんがね仲間入りしました。かわいい。見るもでポンっていう作品のものになるんですけど、めちゃくちゃ懐かしくて、ガチャガチャがあったのでやったらリルムちゃんが出てくれました。めちゃくちゃかわいいなこれこんな感じで置いております。その横はねお座りですね。のお座りフィギュア、また今回のねキッドとローさんのシリーズやって、ローさんが出たので、それも座らせたいなと思ってるんですけど、まだ開封ができておりませんその横、これはねドライフラワーじゃないや、これは普通にダイソーのね造花になります。をこんな感じでかけております。本当は何個かかけたいんですけど、こんな感じにしております。はい、その横はこんな感じです。サンジ君のフィギュア、サンジ君の手配書が本とか置いたり、グリーンを置いたり、こんな感じになっております。はい、次ここですね。以前も紹介したこちらの IKEA の棚の上もちょっとずつ変えたので、そちらも紹介していきます。まず1段目はねこんな感じで、これはセリアだったと思うんですけど、セリアで購入したこの布を引いて、私の大好きな石様のタケさんのプリをこの額縁に入れて、このお気に入りのサンジ君を飾っております。その横はまあプライズ品のレッドの戦闘服のサンジ君を置いていて、2段目、こちらはダイソーで購入したカゴに IKEA で購入したグリーン入れて、ウタちゃんとねルフィの幼少期のアクリルスタンドを入れて、その中にこれもセリアで購入したキャンバスを置いております。めちゃくちゃ可愛い。その横、じゃじゃん、ちょっとずれちゃってる。ここは3COINS で購入したこの置物の上に指輪系をねバーって置いて、その上の方にはミニフィギュアを置いております。ひそかとソーマとカツラさんですね。これね、みんなで会合している感じの美食の3人が可愛くて、こんな感じに飾っております。はい、次3段目ですね。ここはこんな感じになっております。この入れ物は3COINS で購入した商品で、中にはねお手玉をたくさん、サンジ君のお手玉を入れております。なんかすごいですよね、黄色って感じでこれめちゃくちゃ可愛い。で、その上には幼少期のサンジ君のお手玉とバラティエのプラモデルを置いております。 3COINS で購入したウッドカップですね。その中にニバでお迎えしたこのキーホルダーを入れていて、その下はクリアカードの、サンジ君のクリアカードを入れております。で、一番手前のこの辺は、これはセリアで購入したこの木のね、この飾りの上に、これは父親が昔使っていたチッポになります。私はね喫煙者ではないので使わないんですけど、飾りとして使っております。
今日さらっとこんな感じで紹介したのですが、いかがだったでしょうか。私は模様替えがねすごくもう趣味になってるぐらい、どんどん飽き性なので変えてしまうので、いろんなこれからもねルームツアーを出していけたらなと思っております。またお部屋変えていこうと思うので、自分が納得いくものができたらなと思っております。